はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、持ってた方がいいかもしれません。たまにはそう対、AT さんですね。そうですね。で、こっち画面を見てた方がいいです。はい、わかりました。というわけで、ニセトロと書いてある、メタナイトを使ってる方がたまにはそうさんです。はい、わかりました。で、これ一本選手なんですよね。そうですね、はい、はい、一本選手、結構そうなんです、一本選手なんですよ。結構プレッシャーのかかる、しかもシングルエリミネーションで1回負けたら終了ですからね。そうなんです。はい、というわけで現在まあパーセントが、うん、5分5分という状態ですけれども、うん、ヨッシーが今回は割と強力なキャラという、はい、なんか弱キャラみたいな感じの十何年とやってきたキャラだったんですけれども、うんうんうん、なんか卵に虹がついて、うん、でなんかサマーソルトキックがついて強いですね、はい、これ相性的にはどうなんですか。メタナイトはあんま見ないのでわかんないんですけれども、はい、普通に言うと特にメタナイト軽いので、はいはい、ヨッシーの一撃は少なくとも気をつけなきゃいけないから多分ヨッシーの方がやりやすいんじゃないでしょうか。分がある、はい、うん、なるほど。で崖で待たれてるヨッシーだと卵があるの で、ね、今までだとそんなに気にしなくてもよかったんですけど、はい、結構卵今回落下しちゃうので。そうなんですね、仕様変更されたって感じですか。ですから多分ゲームシステムなのか、その卵に食われたら本当に頑張って抜けないと本当に死んじゃうので、メタナイトという、はい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 、で前作のメタナイトだったらそう簡単には死ななかったんですけど、うん、まあ、今作のメタナイトさんはなんかそうですね、なんか素晴らしい調整が行われたのでそうですね、はい、現在パーセントがメタナイトリードですね。ただこう 10% ぐらいリードしててまだちょっと寂しいんじゃないですかね。そうですよね、さっきの話だとヨッシーの一撃が怖いっていう話なんで、はい、なんかサマーソルトキックとか例えば空中ニュートラルが本当にあれがなんか武器判定みたいな感じで飛びついてくるので、あれ食らっちゃっても死ぬので本当に怖いですね。なるほどなるほど。前回だとメタナイトの判定に勝つものはないみたいな感じだったんですけど、今回そんなに強くないですし竜巻も突破されちゃうので、はい、というわけでヨッシーが上を飛び回ってこうヒップドロップ来るだけできついですから ね。で今みたいに着地にヨッシーがこうやってダメージしかいなかった。サマーソルトが入ってこれでバースト。今のはちなみに確定ですか。いや、今の抜けたタイミングに綺麗に入れただけ。なるほどなるほど。卵から出るタイミングはじゃあ最速で抜けることを見越したヒップドロップってことですか。はい、なるほど。一回ヒップドロップすでに出してたので、あ、まあ連打かもしれないですけど。なるほどなるほど。でもあれができるっていうだけで、うん、だいぶ有利なギャンブルですよね。なるほど、そうですよね、うん、さっきみたいに本当に着地しながらピョロピョロ舌を出して着地ができるんです。おっと今の下Bで入りましたね。不意をつくバーストですね。で、あれされるだけで着地が枯れないじゃないですか。そうですね、今回は空中緊急回避とか、うんうん、着地隙を出す技が結構多いので、うん、はい、着地隙がこのゲーム唯一と言ってほどの隙なんですけど、はい、そこをペロンだけで防がれてしまうっていうのは本当に辛いです。なるほど、攻める側としては。そうですよね、そうなりますね。さあ今度はまた一気に追いついてヨッシーにダメージを与えましたけど、今のはバタ足がだいぶ入ってしまったかまたシャトルで地道にパーセント稼いでいく、うんうんうん、でそこから空港を掴んで後ろ投げて、さあお互いラスト1ストックのだんだん後半に入ってきましたね。そうですね、寿命が近づいてきましたが、うん、あ、ここから落ちたスマッシュが怖い。わ、下スマッシュだけは本当にヨッシーずっと強かったので十何年間。なるほど、それ変わらず今も、はい、うん、今作も当たるという、そのメタナイトなら生きて帰れるかもしれないっていう感じですね、はい。さあメタナイト崖下にいていいですね、当たりますね。バタ足が来ておっと、これは卵がウェビーが本当にウェビーっぽい動きをする掴めない。いいですね、これがヨッシー。今回怖い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 、シャトルで上がってダッシュで浮き上げて、うん、これをヒップドロップをかわしたところに、あ、いい隙が入った、まあ、ヒップドロップ誘ってましたね、はい。でここをここおおっとヒップドロップで崖を掴んでくるダッシュで崖を攻めに行ったんですけども、いいですね、いいですね。さあダッシュで浮かせてこのメタナイトを、メタナイトはメタナイトはおっと多分今のは本体をいじってるせいでちょっと、なるほどなるほどはい、こうな画面がこうなっておりますけれども、さあ崖を掴んだヨッシー竜巻で待っている。あー当たった当たった、メタナイト慣れしている動きがしますねいいですね、掴んで、いいですね。崖を掴んでここに横スマは待って竜巻 か投げを選択。さあ上 B で卵で待たれても辛いメタナイト、卵でここは抜くおっと空下で読み合いがありましたね。やっぱ一発食らってからなので、死ぬか、これは投げから死ぬのか今作は。弱で怖いぞ怖いぞ、これは怖い。パーセントになるほど隙を出せなくなって弱とかしか出せない心理状態になりますよ ね。今回本当に隙がないので、下スマは相変わらず早い。
さあ、私を枯れ、枯れないが、振り向きの隙が大きい。大丈夫か、大丈夫か。あ、この上だけは、これは、あ、ずらして死んでいない。よし、ちょっと重いっていうのもありますか、ね、大丈夫か、大丈夫か。さあ、下を読んでいた。あ、これメタナイトが近づいて、メタナイト近づいて、うん、掴んで、あ、掴みが入りました、入りました。死ぬか、死ぬのあと入りました。バーストでメタナイト勝利ですね。ゲームセットですね。玉におささんの勝利です。はい、ルカリオじゃなかったですね。あ、ルカリオを使うんですか。あ、そうなんですか。